香織が吐くの似顔絵コーナー、イエーイ。今日は松若を描くぞ。マイナス30キロでお願いします。イエーイ。細めでね。香織ちゃん的に納豆には何が一番いいと思う？納豆にはね、オクラが合うと思うよ。健康的。できました。じゃーん、松若でーす。おー、似てるだろう。おいえ、みんなも似顔絵描いてね。これが宣材写真ということで。ちょっと一息にちょうどいい短編ドラマ配信サイトチャンネルガレージ、香織画伯も似顔絵コーナー出演者も絶賛演技中。ちょっと一息を最高のひとときに、プロデュースドバイ映像制作ガレージ。